ね、お見ての通りかなりヒゲが蓄えられていて、まあ、剃りがいがありますね。うん、武将ヒゲですけれども、これをきれいさっぱり剃り上げていきますから、うん、よし。でですね、今回使うのはこの両刃カミソリダブルエッジ。まあ、オードソックスな形ながら、なかなかこう実物を見たことある人は少ないかなと思う。まあ、僕もそうですけれども、まあ、一般的なこういう電動シェーバー、あるいはこういうね5枚刃カミソリ、まあ、この辺りを使う人が大半だと思うけれども、今回ねクラシックシェービングだからこれ使います。うん、で、シェービングソープ、これねバリスタ&マンというブランドのメイドイン USA、 ココナッツミルク、ホホバオイル、シアバター、贅沢なソープです。香りももちろんいい。これを使います。で、今お風呂上がりでね、こうしっかりヒゲに水分が蓄えられて柔らかくなって剃りやすくなっているという状態ですね。で、これをさらに柔らかくするためにこのひまし油を使います。ね、先にヒゲをもう一度濡らして、でこのひまし油をねたっぷりでいいよ。これをしっかりとひげにすり込んでいく。ヒゲを揉みながらね、まあこの時にしっかりね自分の肌の状態を見ておいてください。今大丈夫かな。まあこの辺りが日焼けしてね、若干赤みがかかってるっていうのと、あとここにニキビの治りかけがあるから、これもね一応頭に入れて気をつけておかないと。このぐらいかな。うん、でヒゲのね生えている方向もしっかり確認しておいてください。まあこの辺りはね率直に綺麗に生えているけれども、こうねこの顎下、これねここは上から下だけども、ここはね下から上に生えている、これね。うん、でこの両側は内から外に向かって生えているから、うん、ね、でこの辺りが一番厄介ね、ここ、うん、まるで渦を巻くがごとくこう乱雑に散らかっているから、これねここはしっかり気をつけて慎重にね剃っていかないと、いきなり毛が生えているこの方向と逆向きに、いわゆる逆さ剃りをしてしまうとすぐに肌が傷んでしまうからね、気をつけておくこと。うん、でこうひげをなじましている間にソープを使って泡を立てるね。シェービングブラシ、これです。これは合成毛なんだけれども、ナイロンかな、ふわふわでね。でこれに水分を含ませて、泡立てていく。なるべく水ではなくてお湯の方がきれいに泡立つからね。
こうシェービングボールに泡を移してさらにしっかりと泡立てていく。まあこれはただのアルミのボールだけどね。でこれをお肌にのせていくと。ね、カミソリの刃、まあ、これもいくつか種類があるんだけれども、こうね、うん、まあ、これ使っていこうね。扱いは慎重にね、切れ味がいいから。これが両刃カミソリ。よし、セッティング完了。ではそっていく。まずは気の流れに逆らわずに、基本上から下へ向かって、力は入れない。肌を滑らせるようにね。まあ、このクラシックシェービングのいいところは、長くなった毛もしっかり剃れるということで、これはなかなかね、電動とか5枚刃のカミソリとかだとね、難しくてすぐに詰まってしまうんだけれど、まあそのあたりが比較的楽にいくかなという。
こう肌に直接刃を当てるからピーリング効果もあるというね、古い角質を落としてお肌をよりきれいにしようというね。ただまあつまりそれはやりすぎてしまうと皮膚を傷めることになってしまうから、まあほどほどにね。うん、でここはこう下から上に、僕の場合はね、でこれ内側から外に向けて、ここはこう、ここも下から上に、これぐらい大雑把でいいね、最初はね。で、2回目。で今度は横向きね、慎重に慎重にいくから、時間がないときはここでもう逆さ取りしてしまうけれども、まあ、基本的には時間があるときにしかこんなことしないから、うん、まあ実用的なひげ剃りとはこれは違うから、うん、一つのリラクゼーションというか、あるいは儀式、茶道と一緒で、こうわざわざね、喉乾いてる時にお茶を立てたりしないのと同じで、ね、手間はかかるけれども楽しい。僕は月に1回ぐらいやるかな。肌がね弱いからあんまりやりすぎるとどうしても傷んでしまう。うん、まあ準備とね、片付けに時間もかかるし、肌も傷めやすいし、いろいろこうシェービングソープとか化粧水とか揃えるとお金もかかるし、いいことはあまりないよね。ここは、ここはこうぐっと20顎にしてしっかりこう。骨はしっかり皮膚を伸ばすこと、なるべく伸ばしてひげ剃りを、カミソリね、カミソリを肌に滑らす力は本当に加えてはダメ、撫でつけるだけ。今これねカメラの画面を見ながらやっているから鏡でないから
は結構やりづらくてほとんど見えてないんだけれども、だからより慎重にこうやっていかないとね。まあここの2回目でもあらかた長い毛は残さないようにしておいて、こう画面だと見てもわからないから、こう手で触りながらこうチェックして、こうね、まあこんなものでしょう。これで2回目が終わり。最後逆さ通り、ここで追い込んでいくんだけれども、最初のうちはこれは本当にやりすぎてはダメ、本当にすぐに皮膚が傷んでしまうから、あんまりねこう欲張ってしまうとダメだからね、適度に程よく、特にここのひげはね硬いから、もうあんまり調子乗らない方がいい。まだこうジョリジョリって音がしてるの分かるでしょ。ね、こう泡を足して、あとここはね皮膚が薄くて弱いから、もうねあんまり追い込まない方がいいね。僕はまだまだ下手くそだから、失敗しないようにじゃないとね、あの怪我してしまうから、
こんなものかな。しない。まあ実はここね、あの洗面所ではなくて台所だから、うち洗面所がなくて、いいでしょう。さあでは最後のケアをして終わりなんだけれども、まずはね、僕はこれ使うんだけれども、アルムといってミョウバン、これをすることでしっかりと肌が引き締まる。ね、まあ、軽くこう水で濡らして肌を滑らしていく。で、これがね、もう水分が足りない。カミソリ巻きをしていると中に塩分が含まれているからすごくピリピリする。今も若干ピリピリしてる。俺もね、ただひたすら我慢。これもう根性試し。で、もしこうね、カミソリ巻きして若干こうね、血が滲んでしまってるとことかあったら、これを塗るとすぐにキュッと肌が収縮して引き締まってね、殺菌にもなるから。絶対やる必要はないけれども、これは僕はしっかりとやる。こうね。キュッとね、こう引き締めて。で、何回も言うとね、僕は肌が弱いから、ここでヒールドイドを。肌に浸透させておく。ケーキ漬けに、これはお手製の化粧水だけれども、柑橘系の香り、これもこうまぶしておこうかな。ね、完成。どう？綺麗になったかな。まあこれぐらい濃いとね、綺麗にしてもこう内側のいわゆる青ひげが目立ってしまうから、まあ悩みどころではあるけれども、はい、男性諸君おすすめです。クラシックシェービング、いろいろ調べてみてください。